今のライバル誰だ,だろうなんかあんまりそうねえな。過去の自分なら常になんか昨日の自分より面白くありたいみたいな。かっこいいだろう。俺のこと松本、松本人って呼んでるぞ。ニコ生の。でもねえ、なんか、あの多分ねなんか顔出しのさ、普通の YouTuber っていっぱいいるでしょなんか有名な人俺あんま知らねえけど、ヒカキンセイキンはじめ社長と京一郎くらいしか知らないけど、あと、 東海、東海、東海で、で東海 <laughs> オンエアとか、そ名前は知ってるけど、光るとか。あと、マスオ TV とか。でもやっぱライブでは勝ちてぇなって思うね。ライブでは負けたくねぇなっていう。圧倒的に負けてるけど、今。ライブでは負けたくないなっていうふうに思います。 単純にバーチャル YouTuber も水増しがバレて24万人登録者やった <laughs> でさ俺ちょっとさかっこれカッコつけたいがために言うわけじゃないんだけどさで最近の YouTuber ってさ登録者数気にしすぎじゃないチャンネル登録ってあくまでも自分を見てくれるための手段にすぎないじゃん俺だから別にチャンネル登録しなくてもいいと思うんだよ Twitter から飛べるやつは Twitter でいいし暇の時うんこちゃん見たいなってやつはブックマークでいいと思うんだよ俺 なんかさ、あれ、そうやってさ、自分をなんか、ハリボテででかくしていってもさ、廃れるのが早くなると思うわ。俺、だから、ブックマークでもいい。なんか、俺を見る手段として一番都合のいい方法で、だからやりたくもねえツイッターやってるじゃん。それをさ、なんか、目的にしてしまったらさ、絶対そう定着しないって。いや企業案件とか高いだろうけどさ、 意味ないじゃん結局自分見てくれなかったら。そのうち気づくって。みんな買ってんだなみたいなさ。<laughs> お前最近評価され始めたからって十分だ。<laughs> 俺まだ評価されてないんだけど。<laughs> もうちょっとなんかさ、俺今評価されてる <laughs> っていうのを俺味わいたいわ。<laughs> まだ足らない。自己顕常欲全然満たされてないわ。 なんか、手段であって目的で、にしちゃいけないなって思っちゃうなだからみんなもさ、なんか100歩譲ってリアルタイムの視聴者数で一気一遊するのはわかるけど、チャンネル登録者数であんまり気にしない方がいいと思うよ。あれだって俺多分、本気出せば、で明日にも多分、で買いまくればよくない <laughs> 買いまくっちゃったらバレなくね ?20 万人とか買えちゃうじゃん、多分。その数字ってみんな誇れなくない やってるやついるぜ実際周りにゴロゴロいや多分その大した金額じゃねえよ大した金額じゃねえんじゃねえかな10万ぐらいじゃねえいやモコとか買ってないだろうけど10万ぐらいじゃないでもやっぱ若い子たちって騙されちゃうからなでもまあそのビジネスモデルとしてはありなんだろうけど別に犯罪じゃねえだろうから 真面目な話そろそろやめないから別に真面目不真面目な話じゃんジュンは公平みたいな人生悟るよ絶対にどういうこと <laughs> 教えてくれどこまでいったら自己顕示欲満たされるのわ分かんない本当に分からないわ恐ろしいよな人間ってななれるわけよだみんなも最近さな,なんかちょっとさあのか、まあ、感覚麻痺してこない で昔さ、YouTube でさ、1万人いったら、うわ、1万人いったーみたいなさ、感覚ってあったじゃん。俺もあったのね。いや、すげえ。今日1万人も見てくれたんだ。嬉しい。今までの俺、は集められなかった。みたいな感じだけどさ、最近さ、1万人いったもみんな喜ばないじゃん。まあ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 、あ,あ、まあまあな、みたいな感じだ。それと恐ろしいことでさ。恐ろしいわ。まあ嬉しいことだけどね。 嬉しいことだけどでもどこまでねいけるんだろうっていうのは楽しみでもあるなどこまでいけるんだろうっつっていやでもやっぱさんその客観的にさ他の配信者がさ5,000人集めてるとさうわこいつすげえって思うからさスターのとかも5,000人ぐらい平気で集めんじゃん俺嫉妬すんのね5,000人集めてる人にはこいつズリーってなるの <laughs> お前、お前ずり俺以外のやつがそんな集めてるのずりってなるの、ちょっと分けろって思っちゃうのよ。俺嫉妬すんの、分かりやすく。そのラインが5000人なので、ね。って考えるとやっぱ、頑張ってる方かなと思うわ。な音ちゃんの5万とかなんかもう、見えなすぎて、嫉妬の対象にならない。5000人ってリアルじゃない今の俺からして。 嫉妬するね。嫉妬に狂うね。こいつずレやん。絶対こいつ楽しんでんだろうな。みたいなさ。そういう時にいい放送できるんだよな。嫉妬に狂ってる時って。俺も、俺も、おめえ俺も、俺にもよこせみたいな。その幸せ。俺にもお裾分けしろ。つって。してます。大丈夫っすか 正直8000人は今日少ねえなって思う <laughs>。いい感じに麻痺してるね。なんか凝った企画。いや、今はそれじゃねえな。多分 <laughs>。今やるべきことは普段通りの配信だ。ニコ生での雑談だな。自分を見失っちゃいけねえんだよ。そういう時こそ。今みんなさ、客観的に見てさ、なんかうんこちゃん最近人多いし、順調だなって思ってるでしょ。そういうこと、そういうんじゃねえんだぞ。そういう特素落とし穴が待ってんだよ。 なんかその公式の帰り道にあの女の子とか男の子とかがキャーって寄ってきてサインくださいみたいな時こそ本当に気をつけなきゃいけないニコ生で管巻いて酒飲んで配信しなきゃいけない見失っちゃダメだ絶対に絶対そうだよそういうとこそプリン固めるわき枠とかさそういうので見失ってどん,どん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 地に足がつかなくなってくるんだよ 同世代よりちょっと若めの男とくだまいて女の悪口言うみたいなさあるべき姿写真撮ってって言ったら撮ってくれるの俺の放送の邪魔しだけどいくらでも対応するわ義務的に偽の作り笑顔で対応するわ <laughs> あ,ありがとうございますあのヤマトンみたいな「すごいみんな寒いだからありがとうハハハハハハピーみたいな笑い方すっから俺 俺作り笑顔させたら天下一品だからな。その辺はもう俺、社会人7年やってきたから、抜群にうまいから。そういうの。放送会の俺。PP よりうまいからな。<laughs> みんなありがとうじゃあさ、今日の記念によ、みんなで肩組んでスクラム組んだよ写真撮ろうぜぐらいクラスはやるぞ、俺。なそれクラスは。やるぞ、俺。